音名、解明表記、音名、解明表記、音名、解明表記。このページは、西洋音楽における音の高さの書き表し方、及び、国ごとに異なる、その言い表し方の一覧である。前者では、音と、音名、解明について、後者では、日米英、読、異、物識について述べ。音名は、絶対的な音の高さを表す。 異なるオクターブに属する同じ音には同じ音名が与えられる。すなわち、ちょうど1オクターブ異なる音には同じ名前が与えられる。ただし、口述のように音名は楽譜の書き方に依存するので、楽譜の書き方が異なれば同じ高さの音が出る場合でも異なる音名となる。日本では音名に日本語のほか、英語、ドイツ語が多く用いられ、国際的には その他にイタリア語やフランス語も広く使われる。七つの漢音、漢音、楽譜上、矢を付けずに書き表せる音には独立した名前が与えられる。そして、派生音、派生音、矢の付く音には漢音の音名に矢を表す言葉を付け加える。また、オクターブを示す言葉を添える場合もある。解明は、主音に対する相対的な高さを表す言葉である。 解明には一般にイタリア語を用いる。解明にあっては、調に関わらず主音は常にドゥである。ただし、単調の場合には主音を LA とすることが多い。また、数字、ローマ数字を用いることもあるが、この場合、主音は常に I である。解明で歌うことを解明商法と呼び、また、ドが音名に対して移動するので移動度商法と呼ぶことがある。これに対して、 音名で歌うことを音名商法、固定度商法と呼ぶ。移動度と固定度のどちらが有利であるかという議論は古くからあり、決着を見ることがないが、移動度の方が理論的であると言われながら、実際には固定度の方が多く使われている。大雑把に言って、歌唱や弦楽器には移動度が、ピアノなどの楽器演奏には固定度が適しているようで、ある。上記の他にも様々な音名体系が、 研究者や教員によって考案されてきた。音楽心理学者の矢田部達郎は、サタナハマーカというアダンの音を基本音名とし、それぞれの英音と変音には、イダンとオダにずらした音名を当て、同様に上下の四分音もそれぞれ、エダとウダンにずらして表す、という合理的な音名表の試案を発表し、当時の学会で一定の指示を得た。矢田部達郎長、言葉と心、 心理学の書問題の図表をもとに再構成。矢戸部は四分音を四半音と表記している。第二次大戦末期の1945年6月末、文部省が全国の国民学校に通達した新音名採択実施通帳では、漢音はハニホヘと色のままで、それぞれの A 音にはパナマサタヤラ、変音にはポノモソドヨル、重 A 音にはペネメセテイレ、 十変音には、プヌムスツユリという音名を当てはめ、これを授業で教える、容疑むずけたが、終戦前後の混乱もあって普及しなかった。戦後、佐藤吉五郎や岡本敏夫らは、ドレミ式固定音名賞を推奨し、固定度の音名、ドレミファソラシを冠音として、それぞれの英音に、デリマフィサイテ、変音に、ダルモフォセロチという音名を当て、これを学校教育で実践したが、 雑に過ぎるという批判も受けた。西塚智光はこれを整理し、ドデレリミファフィソサラチシュという十二音名、解明による教育を実践した。ソルフェージュにおいては、日本では一般的にイタリア式音名をそのまま解明としても利用する、移動ド。英語圏においては、イタリア式音名を基礎としつつ、は、母音を、アイは、母音をいいに変えて発音する。 での場合はもともと母音が E なのでは A に変化することが行われる。ルー、ミ、FATI については伝統的に使用される解明はないが、佐藤健太郎は発展的にこれらにも解明を割り当てている。日本の教育音楽においては1970年頃、西塚智光は一つの音には一つの音名があるべきとしてイタリア式音名をもとに ドデレルミファフィソサラチシという音名を提唱した。これにより、異名動音がなくなる。小学生がメロディをドレミで歌うときや、リコーダー等の楽器を演奏するときに、同じ音なのに異なる音名を用いて、歌い間違えたり指使いが混乱するのを避ける効果がある。西塚は、自身の担当する音楽の授業でこの方式の音名を指導し、雑誌、教育音楽小学版、 音楽の友者で発表した。これらの解明、音名は異動度、固定度ともに用いられる。西洋派に参加のラテン語歌詞に起源を持つ、ドレミ商法は、理論的に作られたものでないため、ソルフェイジの上で非合理的な欠点がある。真の重複、ソルと SI が共に S で始まるため、頭文字での略式表記が不便である。そのため、英語では SI を TI とする。 これにより、ドレミファソラシの頭文字だけを DRMFSLT と略して書くこと可能になる。母音の偏り、ドレミファソラシは、アエオの母音は使うが、U は使わない。ドイツでは16世紀以降これが問題となり、ボビザ法やヘビザ法、ダメニ法などが提唱された。ドレミ法が欠点を指摘されつつも世界に普及した理由については、帝国主義、 覇権主義や教育行政などの要素も大きく、単に合理主義でこれを論ずることはできない。東アジアの宮廷音楽や文人音楽などの将楽においては、中国起源の旧、将、核、印、地、うの5つの解明が用いられた。宮将格印は,はそれぞれ西洋の音階のドレミソラにあたる。宮将格印はの解明に、返印と、 変グ有の二つの変音を加えた解明を七世という。半音に関わる故障のうち A は変和に当たる。それ以外の呼び方については時代や地域によってかなり出入りがある。例えば、うるは本来は変と同じくの意味だが時代によっては重変音の意味で使われることもある。きよしは本来は A と同じくの意味だが 時代によっては別の意味で使われたこともある。東アジアの俗学の解明表記では中国起源の高弱部による解明表記が用いられていた。これは西洋音階のソラシドレミファソラシドにあたる解明をそれぞれ漢字で541乗尺高本65オーツと表記し、さらに1オクターブ高い音についてはそれぞれの漢字の左横に人弁を書き添えるものだった。 日本でも西洋音楽の知識が普及する明治中期頃までは民心学や日本の俗学の文字符の表記法として民間ではこの高弱符が用いられていた。その後、高弱符は西洋伝来の数字符や五線符にとって変われたが今でも中国の伝統音楽では蝶を表す専門用語として高弱符の解明が使われる。また日本の雅楽の文字符や 参戦のモジップ、クンクンシーも、高弱符の影響を受けている。西洋式のドレミ商法が普及するまでのつなぎとして、明治十一年から明治三十年代の末まで、学校教育で使われた和風の解明である。明治八年、1875年、伊沢修司はアメリカに渡って、市販学校に留学し、翌年、ルーサー・アホ・ワイティング・メイソンから直接、 どれ未商法のレッスンを受けた。伊沢は、DUREMIFA s o l a s i という、当時の日本人の生活と何のつながりもない解明が、日本人には馴染まないであろうことに気づいた。伊沢は、メイソンと相談した結果、日本語で1234万5678を表す、ヒー、フー、ミー,ー、ヨー、イー、ムー、ナー、ヤーを日本語の解明に転用することを決意した。 明治11年に帰国した伊沢は、文部省に、消化法取り調べ書という報告書を提出し、その中で、ひふみ商法を提唱した。以後、日本の学校教育では、明治30年代まで、ひふみ商法が採用された。一方、音楽の専門家を養成するための、東京音楽学校では、明治28年、1895年、当時助教授だった。 小山作之助の提案により、ひふみ商法を廃止して、西洋式のドレミ商法を採用した。明治四十年代以降は、小学校などの初等教育でも、ドレミ商法に置き換わった。当時のドレミ商法は、移動度商法であった。ひふみ商法の名残は、夜なぬき音階などの語に残っている。また、坪井久氏の小説、二十四の瞳では、 音楽教育における世代ギャップも描かれており、明治期の音楽教育を受けて、ひふみ症法しかできない男性教師がドレミ症法に馴染んだ昭和初期の生徒たちに笑われる場面がある。音名は異なるオクターブの音も同じに呼ぶので、それらを区別する必要がある場合がある。しかし、オクターブ表記には定まったものがない。共通するのは、歯から上に1オクターブ。 厳密には、十編派から半音15個上の 10A 路ごとに区切ることである。日本でよく使われる呼び方は次の通りである。右から2番目の列の表記法はドイツ語式、最も右の列の表記法は国際式とも言うである。また、最も左の列に記載した数字はミデにおけるノートナンバーである。上記の表と五線符やピアノの鍵盤との 対応関係は、下記の画像のようになる。日本語式では、カタカナの、ヘと、ひらがなの、ヘを区別しにくいという問題が生じている。このこともあってか、現在では、日本でも日本語式より、国際式の方が、一般的に使われている。ただし一部の楽器製造会社では、国際式より一小さい数字、中央波を C3 とするが使われている。この表記法は、 出所や名称は定かではないが、日本のインターネット上を中心に広まっている表記法である。ハではなく、いから上に1オクターブ、厳密には、10変位から半音14個上の 10A とごとに切る。以下に、上記の表記法との対応関係を示す。なお、ーイ、MID はそれぞれ、ハ、は、イ、い、ミドルが略記された形である。この表記法にはいくつか欠点もある。 歌唱で頻繁に使われる老イあたりまでの音域はわかりやすい反面、それより高い音域や低い音域になると長い表記になりわかりづらい。そのため、楽器とお人声以外の音域を表記するのには向かない。また、廃イ、ハイ、高い、老、低いといった表記は、多くの編成後の男性の感覚には合っているが、多くの女性や編成前の男性の感覚には合わない。 例えば、一般的な編成後の男性の字声の最高音付近にあたり、多くの女性にとってはそれほど高いとは感じられない A4 がヒアと表記され、逆に多くの女性にとって明瞭な発音が困難となるほど、低い、感じられる D3 が MID1D と表記される。この表記法は、音楽家、音楽教師など関係者の間では、公式な表記法としては、 認知されてはおらず、日本のインターネット上を中心に、一般の音楽愛好者の間などで広まっている、独自の表記法である。なお、音名は、英米式表記を使っているが、説答後のハーアイ、MID、ローの表記法は、英語圏で生まれたものではないので、英語圏では通常使用されない。ちなみに、ルチアーノ・パバロッティが、キング・オブ・ハイ・シーと呼ばれていたが、高い A や、 高い C という言い方は、古典性学においては一般に、特定の音域を指して使われる表現であり、いわゆるオクターブ表現ではない。これはあくまで男性女性それぞれの最高音域を指して用いられる。例えば、俳句は男性なら C5、女性なら C6 を指すのが普通である。また、E、回、G あたりにこの呼び方を適用することは少ない。 例えば、高い E といった場合に高い A や高い C より、上の E なのか下の E なのかが判断しづらいからである。男性で E4 を示すときは、中央 C のすぐ上の E、E5 の場合は、中央 C のすぐ上の E の1オクターブ上、高い C のすぐ上の E などと表すことが多い。ローについても、はいほどは多用されないが、同じことが言える。例えば、ローは男性なら、階に、 女性なら、回3を指すのが普通である。また、ミドルは普通ピアノの中央部の音域を指し、特に C について言う。はい、MID、ローの表記法はこれらの表現を、オクターブ表記に当てはめたと見えて、A で区切られ、MID が2オクターブあるという、やや変則的な形態となっている。また、この表記法は、A の下で区切られているので、 G や A に変化記号を付ける場合はその付け方によって異名動音でも窃盗語が変わることになる。例、MID2G イコールヒア、MID2G イコールヒア、MID2G イコールヒア。ただし、これらが音として全く同じになるのは平均率の時であり、純正率などの場合は異名動音とはならない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。